タナチがブリーチしてそのリアクションの見ようじゃないか。昨夜ですね、はい、染めたてほやほやぽやぽやのタナチの髪の毛を僕とトマト君見たので、はいはいはい、ぜひ大地君、ついに長年に会いたかったお母さんとの対談です。今のれんの向こうにあなたが長年会いたかった人がいます。さあ会いに来てくれているのでしょうか。もしのれんの向こうにいるならどうぞご入場ください。なんか懐かしいっすね。そうだね。てか一個いい、ね、一個いいっすか。洋平くんやっぱチョイスがちょっと時代感じますね。番組の番組のチョイスがいるかどうかね。そういるかどうかみたいな。子供の時見てたやつ懐かしいな。そっちも懐かしかったな。懐かしいな。おパイロです。すごい。これ何回？一回？一回一回。やっぱ一回で落ち方がさすごいよね。あ、出たこの懐かしいこのきしみ、きしきししてる、きしみ通るね、きしみ通る。どうですか。いやなんか似合ってるんじゃないかな。いやスーツでこれ金髪はやばいっすよ。もうなんかもうバーニベンダーダナリーチバラえんにゃーはー、はい、腹減ったっすね。そうっすね、もう10時半ですからね。ブランチって感じですかね。何食います。あーそうっすね、まあ外がいいな、駅前がいいな。意地悪だよお前ら。で昨日ハンバーグ食べた、カレーもなんか最近食べてるからやだってことは、そう、はじめさんがいないからラーメン食べれない人もいない。おおっていうことは決まりじゃないですか。いや僕昨日食ったんだよな。ん？ついに洋平くんもラーメン2日連続行けなくなったっすか。残ってるね。おお、これ今日夜だったらよかったんですけど、夜朝のダブルパンチはきついかもしれん。わかりました、じゃあ今週行きましょう。あれやっぱ目立つね。勘弁してくれ、ほんとに一番恥ずかしいよこれが。ここ出す方がまだね恥ずかしくない。船長、はい、もう全然いいですけどね。恥ずかしいも恥ずかしいで余計恥ずかしい。先頭どうぞ。胸張ってほらしっかり張り切ってこうぜ。イエイイエイイエイ。変な人だと思われるもん。ね、金髪にスーツでサンダルな人俺見たことないもん。やばい人やマジで。視線がやばい本当に。もうね今大地くんで隠れてるんです、隠れてたんですけど、あ、今も違う建物入ってったんですけど、やばい人いるみたいな感じで見られてる。もうやだ、期限とかないんですか。そう、期限とかないんですよね。特に我慢して耐え抜きましょうね。頑張ろう。本当にやだ。いや本当に階段登るたびに恐怖感じるの嫌なんで、はい、大丈夫です。じゃあ絶対しますよ。あ、来た。おしなかった。しないっすよ。平和を訪れた。あー、こんにちは、アラフジローです。こんにちは。というように、はい、見てください、こちらモノマネキューちゃんです。こキュあれかカラスじゃなかった。こちらなんか声を録音できるやつなんですよ。うん、急患調ですね。そう、急患調なんですよ。俺カラスだと思ってカラスって言ったんですけど、うん、おい釣りたって言ってここ押すとっていう感じなんですよ。フリー素材みたいになってるね。でこれ誰がやっても同じ声なんですよね。まあまあまあ、はい、一回やってみて。おい釣りたほら、まあ、工程があるぐらいですかね。そうですね。うん、なので、あそこにほら、金髪になった棚澤さんがいるんで、ちょっと誰が録音して、誰が喋ってるのかを当ててもらおうかなっていう、この3人の中で。タナッチ？はい。聞いてた？聞いてました。なんで金髪になったから死ねよ、みたいな。そう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 、うん。なんて言うかによるよね、確かに。いや、これワードが重要すぎる。うん。うん、何よりスカート派っつってんすか。デニムパンツより、ああデニムパンツよりフレアスカート派。スカートフレアスカート派ね。デニムパンツよりフレアスカート派です。確かに。誰が声の持ち主でしょうか。これトマト坊やかな、トマトくん。さあ
フォード君、はい、この声の持ち主は君でしょうか。残念でした、結構自信あったのに。どっち派？自分ですか。俺はブレス系派ですね。何言ってんだろ。じゃあ陽平くんで。陽平くん、はい。正解です。あー、よかったよかった。大地くんじゃないですね、この言い方は。もう俺の頭の中でデニムパンツよりフレアスカート派ですって言ってるのが想像ついたんだけど。足組んでね、こうやってやってるのが想像ついたけど、ちょっとまんまとやられましたね。いや、作詞ですね。作詞です。芝居ここをしながら話すんですね。ねね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 ちょっと新しい iPhone ケース探してるんだけど、うん、俺なんか人と被るのがあんま好きじゃないよ。そこで、ほら、うん、これ、透明な iPhone ケース買ってきたんですよ、うん、君たちなんか iPhone ケースなんか作れるみたいなデザインしてるデザイナーっていうの聞いたんですけど。そうですね、我々が基本何でも作れますね。ちょっとオーダーしていいですか。わかりました。で、こちらで人と被らなそうな、うんうん、オリジナリティ溢れる iPhone ケース作ってほしいんですよ、俺のために。え、それを大地くんがつけてくれるってことですか。あ、つけますつけます。優勝が、優勝のやつですね。優勝が。ただ1点ちょっと問題があって、うん、お金ないんですよね。材料費とかっていうのがあんま出さなくて、うん、はい、100均で10点まで、うん、1080円渡すんで、はい、それでその1080円で買ったもので作ってください。なるほる、なるほるリンクル、なるほるリンクル。で、もうあらかじめアロンアルファとかくっつけるものを買ってきたんで。あー、うん、すげえ。ほんと生地とかなんかデコレーションシールでもいいし、洗濯バサミもなんでも、うん、とりあえずくっつけまくってオリジナリティあふれる iPhone ケースを作ってほしいんだ。なるほど、うん、わかりました。なんとん優勝者には iPhone ケースということもあり、お優勝者にはお iTunes カードをプレゼントしたいと思います。おお、え、マジっすか。マジっす。大地くんの自腹っすか。僕の自腹です。そんな。いや、いくらっすか。あそこお楽しみにっていう。おお、すげー、やる気出てきた。10万かな。自腹で。そうね、難しいね。大地くんがつけたいと思うんですよね。そう、ほんと。なるほどなるほど。そこにプラスオリジナリティをまず合わせていかないと。そうです。とりあえず、じゃあ材料買いいきますか。よっしゃー。さて、皆さん買い物が終わったということで作っていきますか。はい、はい、大地くんは下で待機してます。はい、多分なんか機能とかの説明とかはできないっぽいんで、なんかデザインの意図とか、なんか大地くんに気づかせるように作るのが大事かもしれないですね。そうですね、からちょっと難易度が高いかもしれないですね。まあ、というのも見越して私はもう作戦通りなんで。おー、これ楽しみですね。はい、まあ、逆に大地くんに見せる前なら機能説明できるよね。そうですね。全員がね、全員謎すぎて終わると俺のマジで、あれよ、もうみんな欲しくなるよ、多分。いや、俺も欲しくて欲しくてたまらんくなるっすよ、多分。まあ、そういう自信があるやつならダメだよね。そういうことっすよ。せっかく大地くんにつけてもらうんですからね。これ、もちろん大地くんに本当につけてもらうっしょ。ええ、うん、欲しい言ってる、ね、やっぱ実践していただきたいですね、この快適さ、俺は。二人してて大地くんのこと舐めてるみたいな。俺もう完璧やで、ほら見て。大地くんのほら、ほんとだ。やべやべ。大地くんの腹のサイズも考慮して、あ、まあ後ろは紐で締まれます。あー、で、それ調整するんですか。そう、調整できます。で、スマホをこの位置の手の高さで持つことがスマートフォンの欠点なんですよ。なんで手の自然な位置となるべく近い腹にね、こうやって持ってもらうことでこうやってできるっていう。俺の予想ではちゃんとこう乗ってくれる予定だったんだけど、はい、こうなるからちょっと残念。もうちょっと工夫が必要だな。もうちょっと工夫が必要だな。ちょっと頑張ろうかな、もう少し。足はもうジョーロの形した小物入れ付き iPhone ケースですね。見てください、ほら、これが蓋になってて
何でも入るんですよ、この中に。ほら。あ、なるほどね。ほら。なんで、あとは残りのお金で、大地くんの欲しいのタッチペンとか、あとはシンプルなペン。で、大地くんが好きそうなひよこちゃん。大地くん忘れっぽいのでメモ帳と。あと、大地くんはなんかいろいろくっつけたがりなんで、海苔を入れときます。負けたがり。あと、ここはもう何でもいいんでね、あとは大地くんに好きなものを入れてもらいましょう。はい、できました。お疲れ様です。はい、ですね、骸骨やべえな。これまあまあ、これはもちろん首から下げるためですね。首から下げられるんですけど、うん、まあこんだけインパクトあれば、まあまずなくすことはない。そうだね、うん、なくすことはないし、首から下げられます。で、なんといってもこれね、このほら持ちやすさ、持ちやすさ、こうやってやってこうできます。うん、はい、こうできます。で、もちろんなんかインパクトがある骸骨をつけてますね。これ先に言ってんだ。で、しかもこの骸骨実はインパクトだけじゃないんですよ。え、これすごいんですよ。これはい、横に立ててみたいですってなった時、うん、これのおかげで止まって、ほら自立すんだ。こういう横画面で見れるです。自立すんの、すごいね。うん、自立するんだよ。あとはまあもう夏なんでね、あのこうやって涼しげを体感してもらってまああとね、落としてバキバキになっちゃったって言ってたから、うん、っていうのがポイントなんで、後ろはこれに守られてて、前はこの体重を吸収する、体重っていうか重さを吸収する、これのおかげでこっから落ちてもこいつらに力が入ることにより割れにくい、うんうん、っていう、もう完全にもう大地くんが困っていたところを全て補った。これ名前は、うん、クッキング骸骨風車かっこ体重も逃がすよ。はい、ヨヘくんのがスマートカブトムシ5月の反撃で、はい、で、私のがこれ何でも入れられるぞーですね。何でも入れられるぞー。大地くんに来てもらえますか。はい、大地くん、お願いします。どうやどうやんだ。案外持ってかかると、これですね。ちょっと手に持っていいですか。はい、はい、どうぞどうぞ。一回ちょっとお試しにつけてみて、一個ずつ。はい、つけづらいっすね。あ、終わった。お、こうっすね、これ。ああ、待って、あ、カメラやるとちょっと映っちゃうんですよね、誰か。ちょっとおしゃれな感じになっちゃうんですね。映えるな、映えるな、デフォで映える、デフォで映える。これ中何入ってるの。ゴミが入ってましたね、これ。で、これ蓋だと、なんかそういうことなんでしょうね。すごい、機能がすごいですね、これ。すごい、なるほどなるほど。次行かせてもらいます。で、こっち、何これもう。ね、またドクロあるやんけ。なるほど、鍋つかみか。持ちやすいですね。持ちやすい。あ、ストラップついてる、かけれるってことかな。なるほどなるほど。あ、おしゃれ。あ、ちゃんと俺の色が入ってる。お花畑とドクロっていうね、ミスマッチのところがまた独創的ですね。独創的ですね、これ。で、最後いきますね。 なんかちょっと2つと違うよね、これ。うん、だもんねえじゃん。まんまあるやんけ、これ。どういうこと。え、どういうことこれ。待って待って待って、これは何。待って、ほんと説明がないから何もわからないんだ、これ。どうすんだろう。あ、こうか。お、お、こうやって、こうやって、ここで結ぶんだ。おお、こういうことっすね。おお、これケースやないもん。iPhone ケースこっちやもん。これないね、これ。別売りですね。別か、なるほどなるほど。こん中で決めないとダメなんだよね。こん中で決めた一つをが、そうですね、 3日間ほど使っていただきます。2ヶ月間1ヶ月1ヶ月。この間決めた一つを1ヶ月間。なるほどなるほど、わかりました。機能面から見ていいですか、じゃあ。はい、機能面的には俺、まあこれ嬉しいですよね。ほら、持てるから、こうやって。ほら、こうやって。あんたやな、あんたやな。機能面はってことですね。機能面はこれっすよね。これもなんか、活かすんですよね。これ、でもね、僕ね、決めたんだ、これ。おー、これどうしてですか。一番まともなもんだって。なんか、見た目が一番まともだもん、これ。これです、僕これにします。おー、俺作った人は自分で。どうだか、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれを1ヶ月使用させていただきます。はい、第一して何でも入れられるぞ。
合ってたよね、多分使い方合ってます、合ってます。この中に入れれるってやつですね。そう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 、そうです、そうです。というわけで、はい、優勝したんで、お、そうだ、そう、多分買ってきたんですよね。いいなぁ、やったわ。そういやね、iTunes カードです、そんなに。これ俺からのやつだから、ちゃんと昨日から用意しておいたんですけど。本当だ、優勝者って書いてある。あ、こいつお金書いてある、いくらかって。友中、おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃんと入ってる、ほら、カード。はい、出してください。お、ガチじゃん。ん？ん？ iTunes カード、こっち自作してもらったってことで、 iTunes カード僕は自作しました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。いらねえよ。